はい、こんにちは。お久しぶりです。先日のですね、鈴木貫太郎先生の、動画でですね、こういう問題を解きなさい、解をですね、解きなさいっていう。で、X は実数ね。この時の解を求めなさいっていう、話の流れでですね、この X の、2X 乗ですけれども、これをその X の X 乗の2乗として考えればいいのか、それとも X の2乗の X 乗って考えればいいのか、どっちに考えたらいいんですかと。で、なんでこんな疑問が出たかというと、どうやら、とりあえずこの式は一旦置いといて、これを関数だと見て、例えば、マイナス2分の1を X に代入してみたときに、出てくる値っていうのが、これで計算したときと、これで計算したときとで、違う結果になったようなんですね。で、それは一体、何が原因でそんな違うことになってしまったんですかという、それがわからないのでっていう話だったんですけども、自分でですね、優秀だとは、毛頭思いませんけれども、一応ね、数学をほんの1ミリぐらいですね、かじった、人間としてはですね、それも高校数学程度ですけどもね、そして、ちょっと考えてみたのでですね、動画に収めようということでございます。はい。で、そのためには、まず、ちょっと定義がね、関数の定義が欲しいかなというところで、はじめに、指数関数ですね。指数関数を複素数で、拡張したいと思います。複素指数関数ですね。で、流れとしては、複素指数関数を、定義して、で、後に、今度は複素対数関数ですね。対数の進数に複素数を持ってきたらどうなんですかということを考えて、で、一般のべきですね。一般のべき。なんで、ちょっとメモっとくと、A も Z も複素数だとして、この A の Z 乗って、どんな形になるんですかということを考えて、この式にですね、ちょっと足を踏み入れていきたいと思います。ちょっとこれで書くと誤解が生まれるので、例えばこういう関数があったときにっていうふうに考えるといいでしょうね。これについて考えてみたいと思います。まず複素指数関数。指数関数といったらですね、まず、とりあえず今のうちは、自然対数の定を、定として持ってくると。で、Z 乗。この型に乗ってくる数字を、複素数で定めるわけですね。で、その時に、とりあえず Z をですね、実部、虚部で、書き分けると。こんな感じになりますよね。で、今からやるのは、定義だと思ってくださいね。定義。数学全然知らないので、正しい書き方、デフィニッションとかやると思うんですけども、定義ですわ。定義は、こういうふうに書いたとして、そうするしたときに、この続きどうするんですかって言ったら、この指数の和は、対数の積に直す。これは、実数と同じように許して使うこととしましょう。だからこれは定義に入ってるよね。これなんでですかって聞かれても、いや、定義だからなっていう感じですよね。E の A 乗かけることの、B、あ、E の、BI 乗ですね。BI 乗。こうやって分けることとしますと。そして、特にオイラーの公式を使うと、E の A 乗ね、これは多分実数上なんで、そのままですよ。これどうなるかっていうと、コサイン B のアイサイン B 足したやつね。こんな感じになると思いますね。はい。で、この式から、新しく分かることなんですけども、この B についてですね、つまり準拠数乗した場合の話です。っていうときは、このコサインとサインが現れてるってことは、これ周期性を持つんですね。周期性を持つ。なので、複素指数関数、特にね、E が定の場合っていうのは、2πi の周期があるってことね。2πi の周期。この i っていうのは、準拠数の方ですよってことを言ってるわけですが。実数は特に指して周期とかないけれども、このね、虚部の方について考えると、2πi の周期があるっていうふうに、考えることができます。フォルムで分かって、とりあえず大丈夫かなというふうに思います。次はですね、次はこの対数のですね、話をしたわけですね。対数、複素。ちょっとどういう形になるか、複素、対数関数って言っていいのかな。複素、対数ですね。で、ここで使うのは、これ高校数学で出てきてますけど、極系子の形ですね。極系子、複素対数関数ね。じゃ、例えば、ログの、Z というものを考える。で、Z が複素数ですね。で、この Z をまず、表形式です。あれ言い忘れたけど、定は書いてないけど、定は E だと思ってくださいね。はい。で、そうすると、Z を極形式にするんだから、ログときて、
例えばですね、Z っていうのが絶対値と、変革の、コサインサインだったんですけども、まあ、これオイラーの公式で使うと E の、例えば変革が Φ だとしたら I Φ 上になりますね、はい、まあ、こんな感じになりますよねと。なのでこれを、そのままここに、まあ、とりあえず書いてみると、はい、で、したときに、うん、次どんな、変形をするんですかって言ったら、ここでですね、ちょうど掛け算の形が出てきたので、これをあのログの、ね、和の形でばらしてあげましょう。これもね、まあ、定義につながるので、まあ、後で書きますけども、こんな感じですね。ログの E の倍乗、はい、まあ、こんな感じで、ございますね。で、そうするとどうなるかっていうと、まずこっちですね。まあ、こっちはそのままでいいですね。もうただの実数が真数なんでね。こっちどうするんですかって言ったら、これ、肩を下ろしてくると。こっちは Z の絶対値はそのままだけども、肩を下ろしてくるんだけど、だけど、ここでちょっと、注意が必要なんですけれども、今ね、Z っていうのを、この絶対値と Φ 使って書くと、絶対値に、まあ、E の Φ 乗な。こんな風に、まあ、こんな風に書いたわけですけども、変革は Φ だけですからね。変革は Φ だけですかっていうと、そうじゃないですね。なので、これを正確に書くんだとすれば、まあ、Z の絶対値はそのままでいいですけども、この変革がいくつもあるんですよねと。まあ、ちょっと K を整数としておくと、まあ、2π でですね、まあ、周期性があるということなので、まあ、正しくはですね、こう書くわけですね。なので、こっちで書いてあげるときなんですね、この対数を考えてあげる。でそうすると、まあ、これでやっとくね、正式に肩を下ろすことができて、π たす 2kπ、はい、こういうことになったんです、はい、これがですね、まあ、指数、対数関数の、基本的な形に、なるわけですね、はい、で、まあ、ここではですね、まあ、k、整数と置いて、まあ、書きましたけれども、要するにまあ、いろいろな K が考えられるわけで、まあ、もっと言うとそのある複素数 Z があって、その Z における変革っていうのはまあいくつもあるんですよということにまあ対応しているわけですね、まあ、っていうのが、まあ、あの実はあるわけですけれども、まあ、使いづらいですよねと。使いづらいということなんで、種値という考え方があるそうで、これは要するにその変革を、まあ、一つになるよね、一つになるように限定するって話です。特にマイナス π から π で定めるということが多いようです。なので Z の変革を、まあ、マイナス π からこっちにイコール入れたように書くと、まあ、π までということになったわけですね、はい。まあ、こうすればあのここの、ね、変革がまあ1に決まってくるということで、この要するに logz っていう値がですね、ここまでの話だと一つの Z に対していくつも返り違いですね、あったわけですけども、この種値という考え方を使うことによって、一つの複素数に対して返ってくる関数というのが、まあ、ただ一つに決まってくるということですね。はい、まあ、ここら辺までが、まあ、定義ということに、しましょう。はい、で、まあ、この時にですね、特に対数関数ですね、対数関数で、この性質、実数で成り立った性質が一般には成り立たないという話が出てきます。対数でどんな性質があったかっていうと、今から書く AB は実数ね。実数の積が真数でしょ。言ったときはこれバラせるでしょと、うん。これは、まあ、AB が実数であれば、まあ、いつでも成り立っていましたよと。ところがですね、特に、種値は、あ、これ言うのせいだな、種値はどうやらこのログの L を大文字で書くらしいですね。大文字で書くらしい。じゃあちょっとね、その種値で書いてみると、ログの ZW、 Z も W も複素数だとするとしたときに、これはいつでもばらせるんですかって言うと、どうやらそうではないらしい。いつでも成り立つとは限らない。まあ、あのこれは、ご自身でやっていただきたいですけども、例えば Z に -1、W に -2 を入れると、分かるそうです。まあ、簡単に言うと、Z
ZW、積を取ったらね、進数が正になりますから、これログ2になりますけども、こっちは、進数が負なので、変革 π が乗っかってくるわけですね。うん、なので、このイコールが成り立たないですよという判例の、まあ、代表的なものだというふうに思います。はい、ということで、まあ、複素指数関数とね、複素対数関数はこんなふうに記述できるんでしたということを話して、では一般のべきについてね、次話してみたいと思います。で、その時の変形もですね、まあ、実数の時と同じようにして定義するわけです。一般のべき、つまり A も Z も、複素数ね、複素数に、であると言った時の A の Z 乗、ね、はどうなるんですかというと、これは実数の時と同じように定を E に直して表現すると。そうすると Z のログ A 乗になるわけです。はい、ここで、はい、ここに先ほど登場した複素対数関数というのがまあ出てくるわけですね。なのでこれを正確に書こうもんならこういう意味になると。まあ、Z は複素数ですけれども、とりあえずちょっと Z の方で置いとくとして、このログ A をなんとかしてやりたい。そうするとログの A の絶対値。それから変革なわけですね。特に、まあ、今回ちょっと出値を避けて書くと、じゃ例えば A っていうのが絶対値 A の E の i、まあ、シータ乗だったと。すると、これは i のシータ足す 2k π と、まあ、こういう形になるわけですね。はい、なので一般のべき乗って言ったらこの形にまずつまり t を e にしてですね、変換する。その変換の式っていうのはこれ実数と全く同じ形をしてますけども、まあ、それに習って帰って定義してあげるといいですよということですね。はい、じゃあここまでの話を踏まえてちょっと、例を考えてみましょう。で、特に今回のゴールは、x にマイナス2分の1を入れたときの話、ね、言ってるので、特に今からやる話っていうのは、まあ、複素数、引数に複素数は取らないけど、負の、ね、実数は取りますよっていうことを考えたいと思います。で、まずね、いきなりこの関数を考えるんじゃなくて、勘太郎先生の動画でも、まず一つ目の質問としてあった、その時に登場した関数を考えます。fx と置いて、何だったかというと、マイナス2の x 乗ですね。マイナス2の x 乗。で、まあ、x がですね、まあ、整数だったら、まあ、いわゆる xy 平面上にですね、点が、これを表すような点が、まあ、登場するわけですけど、その、整数じゃない、まあ、普通の実数ね、まあ、特に分数とかあったら、どうなるんですかっていう話ですよ。で、そのためには、この定義を考えてあげると良いよという話ですね。一応定義域として、まあプラスはちょっと、まあ、プラスもやっとくか。まあいいか。これはいいか。これは、まあ、x は、に入るのは、まあ、実数ですよと。まあ別に複素数で考えてもいいんだけど、今はそこがメインテーマじゃないので、とりあえずね、奇数は実数としましょう。で、この時を、書き換えると、これに流って書き換えると、まず定を e にすると。そして、x のここでログのマイナス2とくるわけですね。で、マイナス2どうなりますかっていうと、e の x 乗はそのままで、このログのところをですね、詳しく書かれてるわけですね。まず、絶対値を取るので、ログの2、そして変革を取ります。変革を取るんだけども、それはいくらかっていうと、ただの π じゃないですね。ただの π じゃない。これは別に今、主値を取るってことは考えないので、2k プラス1にしましょう。はい。っていうふうに、書くことが、まあ、できるわけですね。はい。で、さらに x を分配法則で、この括弧を取ってあげると、まず x ログ2、x ログ2ってことですね。でそれから、足すことの ix ときて 2k プラス1倍の、倍ですね。まあ、こんなふうに、まあそれぞれ分配法則してあげるとなりますよと。で、複素指数関数の場合でもですね、この今、指数の形が和の形になってますね。これ足す、これってなります。っていうときは、これは指数の積に直すことができたので、e の x ログ2乗、ね、かけることの e の、これですね。i の x の 2k プラス1倍の倍乗。ね、っていうことに分けることができたんですね。こいつってこいつですね。で、まあ、左の方は、これは実数ですね。帰ってくるあたりね。まあ例えばここに負、まあ、負の数を入れたとしても、まあいいですよね。で、問題はこっちです。問題はこっち。
こっちはこの変革の部分が、切りのいい数字になるかどうかっていうのは、まあ、この X 次第なんですね。 X 次第、例えば X がまあ整数だとすると、これは、ちょうどまあ奇数倍の位置に、まあ、単位円で考えると、単位で考えると、まあ、奇数倍か偶数倍、ここがここのまあどっちかにいるかなというふうにまあ分かるわけですね。で、まあ、それ以外は、まあ、例えばね、ちょうど90度、プラマイ90度のところとかにはね、例えばいるかもしれないけれども、まあ、そうとは限らない。途中の場所にいるかもしれないですね。ってことは、この fx の値というのは、特に x がですね、整数でない。整数だったらさっき見た通り、ここが、まあ、もう一回書くと、ここがこの右端か左端の場所にいるので、この場所にいるときはこの値は、実数になりますね。実数になりますね。まあプラマイ1ですよ。プラス1かマイナス1かになる。でこっちが実数なので、ここから何が分かるかというと、 x が整数だったら返ってくるものは実数だってことが分かるんですね。 x が整数なら fx も整数ですよと。fx は実数ですよとかですね。ここは虚数にはならないからですね。でも整数じゃないとここはですね、虚数になってしまうので、結局返ってくる値が全体として、虚数になってくるわけですね。なので xy 平面上では、点がプロットされないということになるんじゃないかなというふうに思いました。はい、これがまず、疑問その1に対する、まあ、僕の考えです。2つ目がこっちの式ですね。この式を考えてみたいと思いますけれども、じゃあこれね、使うので残しておきます。はい、で今度ね、gx って名前つけましょう。gx。gh。g っていう曲ね、昔少女時代ですね、流行りましたね。はい、まあ、こんな感じですよ。で、これも、定義に従って変形するわけです。そうすると、e の、ここでまず 2x ときて logx ですね。2x ときて logx。こんな形になります。で、i も変わらずこの logx を変形してあげたわけですね。そうすると、ログ、これ括弧つけましょう。ログときて、まず x の絶対値ですね。絶対値で、じゃあどうしようかな。これ後で書くのはよくないけど、変革をですね、じゃあ、例えば変革の一つって言った方が正確ですね。変革の一種を、何がいいかな。まあ、シータでいっか。こっちをかぶっちゃうけどね、シータにすると、これは、i ときて、シータ足す、で特に書いてないけど、k はさっきから使っているけど、整数で、ちょっとめんどくさいんで、お願いします。はい、こんなふうに、書けるわけですね。で、どうなるかって言えば、まあ、これも分布はこっち使って、巻きちゃいましょうか。2の、x ログ絶対値 x、e の、まあ、i ときて 2x ときて θ たす 2kπ と、まあ、こんな風に、分けることができました。で、ここでの疑問は特に x にマイナス2分の1マイナスの数を入れた時の話なので、今は、x が振る時を、考えることに、しましょう、ね、すると変革はどうですかね。変革はどうですかっていうと、例えば変革の一つは、まあ、π ですよね。負の数だから。ね、負の数の、変革っていうのは π ですよねと。なので、例えばね、ここを π にすると。そうすると、これがちょっと変形されて、2k たす1倍の π ってなりますね。2k たす1倍の π。つまり奇数倍の π ですわ。奇数倍の π。っていうことに、なるわけですね。じゃあ、ここで、マイナス2分の1を入れて、値がですね、まあ、勘太郎先生の動画をご覧になると、まあ、プラス2とマイナス2で分かれたわけですけど、そのどちらになるでしょうかっていうのを、考えてみたいと思います。g のつまりマイナス2分の1っていうのはおいくらですか。はい、で第2をしてみましょう。まず、左側ですね。左側は e の、マイナス2分の1として、でログのこれはただの2分の1ですね。でログの2分の1というのは、これは別に実数の話ですから、で、真数が正の話ですから、まあ、マイナス6ってやっちゃっていいですよね。で、これと掛け合わせると、このマイナスが消えます。マイナスが消えて、2分の1ログ2ですね。じゃあ、こっち側って言うと、
マイナス2なので、まあ、マイナスが出てきて、マイナス i ときて、奇数倍の π と、うん、いう形になりました。で結局、まあ、マイナスついてるけれども、奇数倍の π ということが言えたので、これは、間違った。まあ、ここは1ですけども、間違ったのは何かっていうと、ここに、この 2x は2書くのは忘れました。なので、まず左側っていうと、これは e のログ2ですよねと。この部分はっていうと、単位への要するに180の場所にいるので、マイナス1ですよね。なので、結局答えはっていうと、この e のログ2っていうのは、これ、対数の定義からして2ですよねと。2×-1 になって、マイナス2だったんですね。はい、つまりこれにマイナス2分の1を入れた値というのはマイナス2だったわけですね。はい、じゃあ最後に、確かですね、こっちでやった時が違くて、こっちやった時が2で、こっちやった時がマイナス2だったと思うんですけど、逆でした。こっちがつまり x 乗してから2乗するっていう方がマイナス2で、2乗してから x 乗するっていうのがプラス2だったんですけど、じゃあなんでこんな違いが生まれちゃったのかということを最後に話して、この動画ね、長々ベラベラ喋っておりましたけども、終わりにしたいと思うわけです。まずじゃあ、まあ、間違ってる方がいいかな。こっち。じゃあこれ G1 で、ちょっと、ね、G1X っていうのを、この X2 乗先にして X 乗として定義します。で、これもちょっと今消しちゃいましたけども、対数の定義に従って書くと、まず E として、で、ここが書かれて X 乗として、で、ログの x の2乗ってなるわけですね。で、ここでですよ。ここで、ログの x の2乗。これを、この2をね、そのまま肩に下ろしていいんですかっていうと、これはそうはいかないわけですね。肩下ろしたいんだったら、絶対値いりますよね。なので、こうやってしまうと、その、これをそのまま、定義に従って書き直したときには、ログの1乗だったわけですね。ってことは、変革の情報が載ってくるわけですよ。この真数がマイナスになりますから。真数がマイナスになるってことは、変革、まあ、奇数倍の π だけが載ってくるわけですね。ここら辺にね。ところが、先に2乗してしまうと、絶対値を取ることになって、これは、変革 π が、なくなってしまう。偶数倍の π ってなっちゃいますね、言うなればね。なので、その虚数部分が出てこない形にここでなっちゃっていると。うん。いうのが、まあ、違くなった原因なのかなというふうに、まあ、思うわけです。こっちに続き書いてみようと思いますけども、どうなるかっていうと、このログ x2 乗のところを今みたいに書き直すと。そうすると、まあ、e の x 乗まで同じだけども、その後、2と来て、ログの絶対値 x 乗。はい。まあ、こんな感じになるわけですね。で、今見比べたいのは、こいつと、こいつですね。なので、さっき言った通り、この、虚数が出てきうる部分ですね。もっと言うと、まあ、変革の情報ですね。変革の情報が落ちてしまってるんですね、ここでね。うん。っていうのが、まあ、最大の違いなのかなというふうに思うわけです。で、変革がこっちは180度の位置だということが分かったので、このマイナス1が最後まで残っていったわけですけども、ここで変革の情報が落ちたので、まあ、このマイナス1は、まあ、かけようがないわけですね。なので、ここから分かることは、まあ、こういうふうにね、書いてあったときに、いわゆるその実数の時に成り立っていた、A の M 乗の N 乗っていうのは、A の M 乗 N 乗である、MN 乗であるし、っていうことがいつも成り立つとは、まあ、限らないということなんですよね。はい、じゃあ最後。じゃあなんでこっちの変形、まあ、変形というか考え方だったら答えがあったんですかと。それをやって最後終わりにしましょう。じゃあ今度 G2X しましょう。G2X すると G2X っていうのは X の X 乗してから2乗でしたね。はい、でこれも、対数の定義に従って書くと2ときてログの X
これ大変ですね。x の x 乗、ログの x の x 乗、乗って感じですね。はい。で、ちょっとこのまま式変形するのは難しいので、このログのところだけ切り取って考えましょう。で、ログ、まあ、ログって言ったんだけど、それもちょっと大変なので、x の x 乗を書いてみましょう。x の x 乗を、最初の、今度は指数の定義ですね。従って書くと、x、ログ、x 乗ですね。はい。こんな形になります。で、ここにログ x が出てきたので、これを対数関数の定義に従って書くわけですね。そうすると、ログの絶対チェックしときて、で、まあ、本当は c で書きたいけど、まあ、これもね、θ 使って、ある変革ね、θ 見つけたとして、まあ、こういうふうに書けるわけですな。はい。って感じになりますよと。で、まずはここにマイナス2分の1を代入して、次にこのログがどうなるかを見て、最後 G2 にマイナス2分の1がどうなるかを見てみましょう。なので、これ、上の式に従ってこれを計算するとどうなるかっていうと、まあ途中までですね、ここら辺と同じわけですね。まあ、結果と同じなんですけど、まずここだけ見ると、まあ、さっきと同じやつが出てきて、まあこれは各自やってほしいんですけど、それから、あとかけてもよくて、ただしかけるとき注意なのは、まず i ときて、で、ここかけるんですよね。ですね。マイナス2分の1ときて、で、今マイナス2分の1 x の変革は、まあ、一つは π なので、これも、まあ、奇数倍ですね。奇数倍。はい、ですよ。んで、じゃあこれさらに書き直すと、ここだけ書き直すと、まあ、マイナスと、そうじゃないましょう。そうすると、k 足す2分の1倍なわけですね。うん。で、これはどうなるんですかっていうと、まあ、これはそのままですよね。これはそのままでよくて、e の2分の1ログ2乗。で、これは、ちょうどその位置としては、まあ、プラマイ90度の、まあ、どっちかなんですよね。だから、まあ、i ときて、マイナス1の何倍かってことですけども、うん、これ、k 引く1倍だったかな。まあ、k に1代入してみて、やってみようかな。k に、まあ、1じゃなくて0でいいか。0代入するとマイナス2分の π になるはずだから、これがマイナス1倍されてほしくて、あ、で、0を入れるとマイナス1倍になりますね。はい。ということで、これが良かったです。で、何したいかというと、これを今度、ここに入れるわけですね。今度、ここに入れるわけです。で、これはどこにしようかな、書く場所を。上にしようかな。ここら辺にしちゃいましょう。あ、これは消したため。これは消したためね。じゃあ、今度、ログの、マイナス2分の1乗のマイナス2分の1乗。マイナス2分の1のマイナス2分の1乗はどうなるかっていうと、これを入れるわけですね。とりあえず入れてみましょう。これがね、これが結構ね、さっき自分で確かめているときにも大変で、また同じミスをしそうなわけですけどもね。それで、はい、まあこんな感じだったわけですね。これは、まあ虚数なので、絶対値と変革とに分ければいいわけです。で、絶対値っていうのはこの i 取った部分ですね。i 取った部分で、なのでこうかです。で、足すことのちょうど準虚数なので、まあ、k 足す2分の π、i とかにしましょうかね。はい。k 足す2分の、これ大丈夫だね。はい。っていう感じになりますよと。んで、次何だったかっていうと、これを2倍、今度、2倍 e の2かける、これですね。これですね。なので、まあ、分配法則使って書くと、まず、これ絶対値なので、これいらないですね。ごめんなさい。これいらないです。絶対値なので、これいらなくて、これだけよかったですね。なので、なので、でもって言うと、そうか、間違った、これ、間違った。進数の方は、まず絶対値書くとログときて絶対値はこうだったわけですね。で、これはすでに肩が降りられる状態なので、それで書いておきましょう。忘れてました。これなかなかちょっと大変だったので。
ですけど、そうするとログ2とかけて、で足すことので2倍こっちにしますからね、2倍するので、まあ、i かけることの 2k プラス 2k プラス1倍、うん、まあこんな感じになるわけですね。すると、まずこっちがこっちとこっちに分けられますけど、 e の、まあ、これを先に約分しちゃうとログ2乗かける e のこれたちね。でこれは奇数乗パイだ、あ、奇数倍のパイだったので180度なのでマイナス1のところにいたんですね。ということで、あ、ここでマイナス1が登場できたわけです。なのでこれはマイナス2というふうになったわけですね。なのでこれ何だったかっていうと、x 乗してから2乗ってする方ですね。こっちはこの変革の情報が落ちずに済んだわけですね。うん、なので、ここから分かることは、この最終的なね、ここ。まあ、要するにこの2乗と x 乗どっち先にするのっていうところで、まあ、ここで分かった結論としては、整数、特に、整数上ですね。ここね、x は今分数だったんで。整数乗したいならそれは後にしてよ、ね、うん、整数乗してから何か別のね、今回分数乗だったわけですけどってやると、ちょっといつもねそれが成り立つとは、まあ、限らないということが、まあ、分かったかなというふうに思います。間違いがあったらご指摘願います。ありがとうございました。